沖縄の日本復帰50年を記念して沖縄の魅力を PR するイベントが神戸で開かれました。このイベントは日本復帰50年となった沖縄の歴史を振り返るとともに沖縄の魅力を PR しようと開かれたもので、テーマは沖縄の方言で出会えば兄弟を意味するイチャリバチョーデーです。会場となった三宮センター街では神戸と沖縄を結ぶ航空会社などが観光情報を発信し、物産品の販売や郷土料理の提供なども行われました。またステージイベントでは宮古島のゆるキャラミーヤが登場したほか、プロのパフォーマーが伝統楽器の三線を演奏したり、伝統芸能のエイサーを披露し会場を盛り上げていました。